本日は古代文明で多くの人間が食したというカレーというものを作っていきます。子供でも大人でも冷凍おじいちゃんでもコールドスリープから目覚めた旧時代の人間でもパパイヤ鈴木でも極論人の形を維持していれば誰でも簡単に調理できるカレーの作り方をレクチャーしていきましょう。材料説明です。左上から火星人の大腸を塩茹でしたもの、サハラ塩砂漠の砂塩、これは熱処理してあります。古代文明日本の古代漫画の登場キャラアーニャが転んだとされる豆、トマトマト、これは自家栽培したものです。港アクアの慣れの果て、小粒ニンニク、銀河のり、葉っぱ、さまざまなバイオスパイス。古代では肉を入れたそうですが、食肉は法律で禁止されているため入れません。まずはバイオスパイスをベーナで炒めていきます。ベーナとは古代の調理器具で食料に火を通すために用いるものです。現在火は自然を破壊し地球寿命を縮めると政府より危険物に指定されているため、今回は特別な許可を得て使用しています。炒めたバイオスパイスを粉々にしていきます。目安としては第三宇宙のナゴナゴ星人のクソと同じくらいです。さらに砂塩を水に浸したもの、豆、この2つを細かく砕いていきます。白くなった謎液体に火星人の大腸を加えていきます。火星人は非常に酸味と辛みが強いので、辛いのが得意でない方は代わりに水星人や木星人のものを使用しましょう。他の材料も同じように細かく砕いていきます。こちらがその砕いたものになります。なんだか東原住民のおやつモノジャに似ています。次はカレーの具材を調理していきましょう。これが海芋、森、山人、前歯、ピーベジタブル、ナメック生産のプチピッコロです。具材を炒めていきましょう。油一手の分泌液を垂らし、そこに砕いた東原住民のおやつを加えていきます。火が通ったら生体調整剤と酸素解毒剤を混ぜます。これがないと今の人間に普通の食材は消化できませんからね。具材がじわじわと茹で始めたら野菜をふんだんに加えていきます。もう自分で調理をする人間は存在しないでしょうが、昔の人間は自身で調理をしていたというのですから驚きです。今でこそアンドロイドが調理をする飲食店もなくはないですが、信じがたいことです。残りの具材は頃合いを見て入れていきましょう。古代人は豚や鶏、牛などの肉をカレーに入れることがあったそうです。植物なら100歩譲って良いかもしれませんが、動物を食すなど現代社会では信じられません。食文化とは常に変化するものですが、肉とはどんな味がするんでしょうか。興味はありますが、法を犯してまで食べようとは思いません。しばらく火で温め続けた後、仕上げに海産由来の旨味成分を足しましょう。これでほとんど完成ですが、お好みでタンパク増強剤と遺伝子増補剤を加えると健康にも良くなります。このカレーは自然由来の植物や様々な栄養源を多く含んでいるので、食べるだけで活力を得ることができます。これが2000年前に存在したカレーという料理です。一緒にバイオクレープを添えて召し上がってみてください。美味しそうですね。次回は1000年前の料理ルッチャランコンコンに挑戦していきたいと思います。